ちは。インターン生の成塚です。韓国ドラマの達人おすすめ10選。今回は最強に王道、幼馴染ロマンス、応答せよ1997です。この動画では10回にわたっておすすめの韓国ドラマを紹介していきます。第3回目に紹介する韓国ドラマは、応答せよ1997という作品です。この作品は恋愛ものの王道、幼馴染との恋愛を描いています。キャストは日本でも大人気のソイングク、アイドルグループ A ピンクのチョン・ウンジ、インフィニットのホヤ、俳優のウンジウォン、イッシオン、女優のシン・ソユルが出演しています。簡単なあらすじを説明します。プサンの高校に通う仲良し6人組が高校生活や進路、家族や恋愛に悩みながら大人になっていくお話です。A ピンクのウンジが演じるシウォンとソイングクの演じるソンジェは幼い時からの幼馴染で恋愛感情など全くなく友達として過ごしてきましたが、実はソンジェはシウォンのことがずっと好きで隠していました。しかし、女優のシン・ソユルが演じているシウォンの友人、親友ですね、ユンジョンが、ソンジェのことが好きだと聞いたシウォンは、ユンジェを意識し始めます。ユンジェはシウォンに気持ちを伝えますが、シウォンはこの気持ちが友情なのか、好きとは何か、幼馴染に恋愛感情を抱くわけない、など悩みながら、何も言えないまま大人になってしまい、その後会わなくなってしまいます。しかし、ソウルで働いていた二人は、カフェでばったり会ってしまいます。すると、シウォンがユンジェに、今も私が好き、私は好き、と伝え、大人になった二人の青春がまた動き出します。この作品では、6人の青春時代が大人になってから恋愛や失恋が描かれています。ユンジェの親友のホヤが演じるジュニは、心優しい青年で、高校時代からユンジェと一番仲が良く、大人になってもユンジェとシェアハウスをしたり、とても仲が良いのですが、ジュニには一つ隠し事があり、それはユンジェのことが恋愛対象として好きということでした。ジュニは同性のユンジェのことが好きということをシウォンに相談したため、シウォンは自分がユンジェと付き合う時にジュニへの罪悪感がありましたが、ジュニは二人を応援し、ユンジェとは友達として付き合っていくと決心し、気持ちを胸にしまい続けることにしました。一途なジュニの切ない失恋が描かれています。その他にも、ウォンジウォンが演じるハクちゃんとシウォンの親友、ユジョンの付き合うことになるんですが、お互いを意識しすぎ、気まずくなってしまったり、ウイウイしい付き合いをしていきますが、高校卒業後の進路で別れてしまうことになります。しかし数年後、ユンジョンの父親の葬儀で再会し、ハクちゃんが大学を卒業してからちゃんと迎えに行こうと思っていたと告白し、付き合うことになります。そしてハクちゃんの初恋が叶う様子が描かれています。応答せよ1997はとても好評だったため、その後、応答せよ1994、応答せよ1998が制作されました。この2作もそれぞれ違った設定で面白いので、1997で面白いなと思った方は、ぜひ他のシリーズも見ていただけたらなと思います。ありがとうございました。この動画が気に入ったら、いいねとフォローの方をお願いいたします。Thank you.